ルール地方では、リッペ川が、南側のエムシャー川やルール川とほぼ平行に、流れている。リッペ川は、ドイツのノルトベストファーレン州を流れる河川である。パーダーボールン近郊のバートリップシュプリンゲにある、トイトブルクの森の源流から、高低差125メートルを流れ下ってライン側に、注ぐ、全長220.3キロメートルの川で、 周水域は4890平方キロメートルに及ぶ。パーダーボルンからリップシュタットを西に進み、ルール地方の北端に沿ってエムシャー川及びルール川に平行に流れ、ベーゼルでライン川と合流する。リッペ川は古代ローマ時代から物流ルートとして使われていた。ローマ人にとってリッペ川はゲルマニアへの玄関口にあたり、ライン川から パーダーボルーン周辺に物資を水運で輸送していた。このため、リッペ川の下半には、ローマの宿営地跡が多数見つかっている。特に、ハルターンの宿営地跡は、皇帝、テベリウスの本人と考えられている。これらの宿営地は、おおむね3 0トルごとに見つかっており、これは、当時の軍勢の1日の行軍距離に相当する。ハルターンのほかオルフェン、クサンテン、 オベラーデン、ホルスターハウゼン、アンレッペン、ベッキングハウゼンでも、宿営地跡が見つかっている。今日では、水路としてはハムを境に大きく二つに分かれており、ハム伊東の上流側は、田舎勝ちで、産業は下流側に集積している。リッペ側は1820年から部分的ながら、船舶が航行できるようになっていたが、工業製品の輸送に耐えるものではなかった。 この状況を一変させたのは1840年代にケルン民伝鉄道が開通し、ケルンのようなライン川沿いに港を持つ大都市とベーザー川の交易都市とハムが接続されてからである。ケルン民伝鉄道はルール地方北部の炭鉱と鉄工業の発展にも大きく寄与した。石炭の採掘はエムシャー川流域で19世紀半ばに始まり、その後数十年で北方向に伸び、 立 p 川流域まで広がった。1860年代には早くも地盤沈下や水質汚濁などの問題が起き始めていた。ハムや流年、ハルターン、ドルステンは古くからの小集落だったが、20世紀に入る頃から炭鉱が開かれて発展した。しかし、急速な工業化により、立 p 川とその支流の水質汚濁は深刻になり、1913年に、 税ゼゼケ共同組合、さらには1926年に、推理団体として、リッペ水推理組合が設立された。また、リッペ側に並走して1914年にダッテルン・ハム運河、1930年に、ベーゼル・ダッテルン運河が開作されたが、いずれも大量輸送に利用できる規模ではなかった。ダッテルン・ハム運河には、ハムに、西ドイツ運河推理組合が運営する。 水交換施設があり、立平川との間で、水のやり取りが行われている。通常は、立平川から取水して運河に給水しているが、滑水で立平川の流量が、毎時10立方メートルを下回ると、逆に運河の水を立平川に送って、流量を維持するようになっている。この場合、運河は、ライン側から取水して、水位を維持する。1970年代に至るまで、 水質汚濁が世論で大きな位置を占めることはなかったが、ここ数十年で環境政策は大きく変わっている。国レベル、特に EU の環境基準は自然環境の改善に多大な努力を払うよう要求しており、今日では立派側川の反乱源における FFH サイトへの資金拠出プロジェクトや EU 水、 政策枠組み指令に基づく政府取り組みなど積極的な取り組みが行われている。立 p 側の支流には主なものとして一家がある。ありがとうございます。